千葉県誕生150周年記念第10回成田伝統芸能祭り秋の陣第1部開演でございます。まずご覧いただきますのは四国徳島県よりお越しいただきました阿波踊り振興協会選抜連の皆様によります阿波踊りです。四国三郎吉野川の流れのごとく414年の昔から脈々と踊り続けられ徳島が世界に誇る伝統芸能阿波踊り。阿波踊りの本場徳島にはおよそ1000あると言われている阿波踊り連の中で有名連と呼ばれる特に技術の優れた連がございます。阿波踊り振興協会は阿波踊りの保存と伝承を目的に昭和30年に結成、有名連15連が所属しており、名実ともに徳島県をそして我が国を代表する阿波踊り団体として、阿波踊りの歴史と伝統を守りつつ時代の要求を巧みに取り入れながら発展を続けています。日本各地の祭りへの出演はもとより、日本の文化を世界に発信すべく海外にも数多く出演しています。今年も来てくださいました。それでは阿波踊り振興協会の皆様よろしくお願いいたします。どうぞ皆さん大きな拍手をお願いいたします。皆さんこんにちは。今日もお久しぶりでございます。先ほど司会の方からご紹介いただきました阿波踊り振興協会でございますが、今年も来ていただきましたってご紹介いただきましたけれど、今年も帰ってまいりました。どうか皆さんよろしくお願いいたします。コロナも減りですね、やっとこう日常の生活が帰りつつありますけれども、お祭り本当にいいですね。この日本の伝統芸能のお祭りをこの成田の地でいろんな各地のお祭りの皆さん方、芸能の皆さん方とご一緒できる、こういう機会を本当に長らくもう与えていただきまして本当に感謝でございます。ぜひですね、できるだけ、毎年またお呼びをいただきたいなというふうに思いますが、実は朝リハーサルをさせていただきまして、数多くの人がちょっとご覧いただきましたけれども、まだ重複いたすところはありますけれども、リハーサルよりは生の方がねやはりいいですね。そしてこの伝統芸能、この継続というところが非常に素晴らしいというふうに思ってます。お恥ずかしい話ですけれども、徳島の阿波踊り町毎年何らかんらでこう思い出事がありましてね、
今もちょっと物議をかましてますけど、行政サイトがねこれだけ力を入れて、千葉のまた成田の皆さん方が一緒にこうね、携わって盛り上げてやっていただけるということがね本当に僕は羨ましいですね。私どもも本当にね、この郷土芸能430年以上続く阿波踊りをぜひ皆さん方と同じようにこれからも精一杯進行をそして継承をしてまいりたいと思いますので、どうか今日ご来場の皆様はじめ、阿波踊りに対するご支援のほどよろしくお願い申し上げます。さて、今日はですね少し時間をいただきまして、皆様方に、踊る阿波になっていただきたいな、今皆様見る阿波の徹していただいてますけれども、踊る